では皆さん、突然ですが、先日 YouTube に投稿されたこちらの動画、もうご覧になられたでしょうか。これ初めての公式コラボ動画だったんですが、これを撮影するためにスタジオ行った時に、もうデッドマン率いる開発メンバーからもうめちゃくちゃ動画見てるし、なんならミルダムも追ってると、もうとんでもない話を聞かされました。てなわけで今後はまあ綺麗なフラット工房を目指して活動していきたいと思います。皆さん、今後ともぜひよろしくお願いします。それでは本編です。どうぞ。さて、電脳界選手権 B プラス、本日紹介するのがこちら、メメントモリシング。現時点で唯一殿堂入りしている D2 フィールドです。で、この D2 フィールドですね、知らない人もいると思いますので、一応解説しておくと、場にある間常に特殊な効果を発生し続けるっていう、まあ、ポケカでいうところのスタジアムと同じ立ち位置にいるカードです。そしてこの D2 フィールド、クリーチャーとかと違って一つ特殊ルールがあるんですが、自分と相手で合計1枚しか場に存在できません。後から新たな D2 フィールドが場に出てきた場合は、元ある D2 フィールドを墓地に送られてしまいます。そのため、下手なタイミングで D2 フィールドを出してしまうと、効果を発揮するために D2 フィールド相手に張り替えられてしまう可能性が出てきます。で、それってもう実質一旦パスしてるのと変わらないんですよ。で、このデュエマにおける一旦パスってそれだけでゲームが決まりかねないぐらいの重罪なんで、もうそうなる可能性があるんだったら、クリーチャーでも出した方がマシなんですわ。まあ、てなわけで D2 フィールドはそれだけリスクのあるカードなんで、よっぽど強い効果じゃない限りは、そもそもデッキにすら入りません。だからましてやね、殿堂入りなんてのはもってのほかなわけです。だから、かの偉人も言ってました。君はなぜ人生でフェアリーライフを打たないのか。この言葉にはですね、デュエマで序盤マナ加速を打った方が、後々相手より行動できる範囲が広くなるように、人生でも何もしない人と比べて何か目的を持って行動した人の方がたくさんの選択肢を取ることができるよっていうね。で、まあ仮にその目的が変わったり無駄になったりしても、目的を持って行動した経験は決して無駄にならないと、そういった深い思いが込められています。なお、そんな言葉を残した彼ですが、つい先日表舞台から姿を消しました。まあやっぱり選択肢がありすぎるってのも問題な。てなわけで、このメメントモリシングですね、D2 フィールドで殿堂入りになるって一体どんだけヤバい効果持ってたんだっていう話なんですが、早速効果の方見ていきましょう。こちらのカード、トリガー持ちの D2 フィールドで、場にある間自分のクリーチャー全てにブロッカーを与えます。まあ、これだけだとゴミカスもいいところなんですが、もう一つ能力があります。それが D スイッチ。このカードの場合、いずれかのプレイヤーが単回指示にドローした際、このカードを逆さまにすることで、1回だけ相手クリーチャーを全てタップすることができます。これイメージしにくいかもしれませんが、やってることはほぼほぼエクストラターンと一緒です。まあ、一つわかりやすい例出すんですが、例えばね、シールドからクロックが出てきたら負けて、出てこなかったら勝ちみたいなシーンあるじゃないですか。そこで役に立つのがこのメメントモリシングです。これさえ出しとけば、万が一クロック出てきても相手の単回指示に D スイッチ使えば、相手の場にいるクリーチャーアタックできなくなるんで、こっち別に負けないんですよ。まあ、つまりですね、次のターン死ぬなと思った時に D スイッチ使えば一旦稼げます。しかもこいつなぜかトリガーついてるんで、シールドから引けばマナ払う必要もありません。そのため当時の速攻デッキは、相手のシールドからメメントが出てくるだけですぐに負けてしまうっていう、もう本当にクソゲーを強いられてました。しかしそんな中、とあるプレイヤーが相手のメメントに対抗するための最強カードを発見します。それがこちら、メメントモリシングです。まあ、目には目を、メメントにはメメントってことで、まあ、要は相手のメメントを自分のメメントで剥がしちゃおうっていう算なんですね。ただ皆さん、速攻デッキとメメントってなんか相性悪そうじゃないですか。まあ、だってゴリゴリ攻撃するデッキにブロッカーつけたところでどうせタップしとるやんっていう話なんですよ。しかし皆さん、このカードの真骨頂そこじゃないんですよ。じゃあ何かっていうと、やっぱ D スイッチなんですね。速攻デッキにおけるメメントの D スイッチにはもう一つ使い道があります。まあ、これも一つ例出しましょう。例えば相手がめちゃくちゃブロッカー並べたとします。で、その時ですね、今度は自分のターン開始時に D スイッチ使うんですよ。すると相手のブロッカー全部タップされるんで、もう相手のブロッカーガン無視して攻撃することができます。そんなわけで、メメントモリシングって実は攻守どっちにも使えるっていうハイブリッドカードだったんですよ。そしてメメントがそんなハイブリッドカードだったがゆえに起きた問題が多様性の否定です。まあ、はっきり言うと、メメント入ってるデッキと入ってないデッキで殴り合いすると、基本的にメメント入ってる方勝つんですよ。そのためビート環境になると、メメントモリシングほぼほぼ確定枠で入ってきます。まあ、それでさすがにそれは面白くないでしょってことで、殿堂入りに選ばれたわけです。まあ、というわけで、こういった背景があって、まあ、環境を歪める力がすごいんで、殿堂解除は当分ないと思います。ただこいつに関しては、過去にフォアグリが殿堂解除されたように、いつかこのレベルの防御札が許される時代が来たら帰ってくるかもしれません。そのため、まあ B プラスの中では比較的ワンチャン解除ある方かなとは思います。ただ、当分先だとは思います。というわけで、今回の動画は以上です。殿堂狩り選手権 B プラス、あと2枚です。お楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。